あれ？何かしらあれ。本でしょ。え？いかーん。なぜあなたが来たんすかね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでアメージングセブンの一つやと思うけん、これを、はい、これをこの人に。あー困った、まさかこんなことになるなんて。実はさっきそこで買った本が盗まれちゃったんだ。何？買うか買わないか悩みに悩み抜いてようやく買ったっていうのに。お願いだよ、僕の大事な本を取り返して。ほんとすぐ後ろやんね、本屋さん。銀色の宇宙人増殖事件、結構難しそう。男子生徒のせっかく買った本が何者かによって盗まれたらしい。大事な本を取り返してあげよう。盗まれた依頼人の本を犯人から取り返そう。今日からあなたも花嫁修行一貫。え、買ったのってそれ？それとも、それは別として？まあ一応調査開始しよう。引き受けてくれるの？ありがとう。君は僕の恩人だ。今のところ男の子よね、多分。クエスト、銀色の宇宙人増殖事件発生。調査を開始しよう。なんだなんだ？なあ。キノコ屋ブックスって書いとんかな。それで本を盗んだ犯人ってどんなやつだったんだ？はい。その、もしかしたら見間違いかもしれないんだけど、テレビでよく見る銀色の宇宙人っぽいやつだったんだ。テレビでよく見る？どういうこと？宇宙人といえばで想像するようなやつかな。え？なんだって？おい。先ほどサンボたちからも情報が入った。どうやら被害者は彼だけではないようだ。こんな雨降りおるのに大丈夫なんかな。本屋さん外に出しとるけど。それって宇宙人による連続窃盗事件ってことかい？いや、今はまだ何とも言えんな。サンボって誰やっけ？生徒会の人らやっけ？生徒会？生徒会で取られた本って何だったの？いや、それはその、ん？なんでそんなに言いにくそうなんすか？うわ、おった、あれじゃない？ロボットみたい。なあ、あれ。ああ、あいつだよ、僕の大事な本を盗んだのは。なんか思ったよりかっこいい。ねえ、いいね、なんか逃げた。よし、なんかチマッとした感じ。あっちは学園エリアだね、追いかけよう。行くっしょ。絶対逃がさないっしょ。学園エリア、ね、宇宙人のやつら今度こそ仕留めてやるっしょ。地球を汚す者は必ず排除する。おったおったおった、こいつやん。何？逃げるの？でも一瞬吹き出しが出るぐらいまで。早くね。めっちゃ早いんやけど。あ、でもまた止まった。おい、待ってよ。いい、どこ行くの？ねえ、おっす。ちょっと待って、おっす。追いつけそうで追いつけないっていう。これ普通に追いつけるときあるんじゃないの？おい、にゃー、無理なの？ねえ、追いつけんようにできたんかな。あ、追いついたけど、ストーリーか。おい、とうとう追い詰めたぜ、観念しやがれ。喋れないの？待てー。てかめっちゃ小さいね。え、なんか増えた、いっぱいおるよ。うん、なんかすごいいる。宇宙人って一体だけじゃなかったの？まあ一体だけではないかもしれんけど。まさか。やつらめ本格的に動き出したというのか。目的は学園の乗っ取りか。なんで後ろ向いたんやろ。おい、そんなこと、俺の正義が黙っちゃいないぜ。わあ、ジンペイくんかっこいい。君ももう一応ヒーローなんだよ。あ、規則正しくみんな揃っていった。逃げちゃうよ。行くぞ。こうなれば徹底的に追い詰めるまでだ。あ、何しようとしてるか知らねえけど、俺たちが絶対に暴いてやるぜ。あれなんかな、あの宇宙人なんかな、追いかけよる。違う、もう一国じゃない、関係ない。ちょっと待って、はいよ。え、この奥に行ったってことよね。ってことはこれか、これか。あ、違う違う。ご用だ、盗っ人宇宙人。本を盗んだと思われる宇宙人を追いかけていくと、工場エリアの焼却炉マウンテンにたどり着いた。この中に宇宙人のアジトがあるのかもしれない。探し出して盗まれて大事な本を取り返そう。銀色の宇宙人を追いかけよう。お、台形キャッチボール5個ももらえる。はい、挑戦します。ミッションスタート。あ、さあどこかしら。上がれんかった。あ、上がれなかった。行くぜ。たくさん盗んでんじゃん、成敗してめっちゃ多い。デッドウォーリアー。ウォーリアー、めっちゃ攻撃受けた。
生ゴミの匂いになった。やだ、生ゴミに焼けた。あれてーごめん、ダークソウル君が必要だ。時の流れを開かなくてはならない。あ、私が何を通じようとしてた。あ、待って、いやどこだ。で、どこだ。こっち、こっちじゃないね。え、こっちじゃないよね。こえ、どこ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 、なんかこの辺。え、上がれんやん。え、上が、あ、こっから行けないってことはやっぱり向こうからなんか。マップだけ見よったらよくわからんねえけど、こっちから行くしかないということか。通れた。ん、敵がいるということはこっちに知らんでいるということか。ありがとう、回復。え、なに、どこ、え、どこ、ね、いけんくない。あ、いけたわ。普通に倒れたわ、見えんかった。穴が強かった。待って、ポーズが取りたいの。イエーイイエーイ。そしてあっという間にやっつけてる。え、これ何、混乱してるの。お前の時間だ。これで、あとはこっちか。あ、ここ登っていく感じや。なんか見た、また来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 た。うりゃ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 、ちゅちゅちゅ、やめて。また生ゴミ、生ゴミの匂いをされる。紫の舞、ミラーボールが。あ、こっちや。やどこ、ずいぶん奥まで逃げていったみたいだね。おう、もう全然見えねえっしょ。何をするつもり。え、他は一体何をどうすんだんやろ。全部こういうわけじゃないかな。そうだ、イエーイ。何かしらの目的があって物を集めていきよるってことか。うわ、なんか結構おった、結構いっぱいおった。落ちたよ。落ちたよ、下に。ちょっとびっくりした。ゲームオーバーってなるかと思った。そんなことはないか。おしおし、どっちだ、こっちから行く感じ。あ、あ、ここになんかアイテムが、え、取れないの、あれ取れんのかな。まあいいや、とりあえず向こう行こう。敵敵敵、一応ね、敵がおったら正しい道なのだろうっていう判断ができる。ナルシストがランク27に上がったよ。ランクって何本まであったっけ、あれ、あのジョブ。なんかこの辺に入るところ、これか。ランク30ぐらいまでかな、50ぐらい。え、なにここ、行き止まり。この辺、え、なんもない、こっちじゃないんや。ちょっと思わせぶりな入り口、いらないんだけど。また復活しとるし、また復活するのね、敵。今さらながら、いつもさ、別に戻ったりすることなかったんよ、くわからんかったんやけど。レベル上げはフリーミッションでするし。え、ちょっとどこ、なんかこの辺、ここを渡っていくってことか。ふぅ。で、こっちか。おしおし。で、こっちっぽいね。あ、おった。デッドウォリアー。宇宙人がおったわけじゃないけど。うわー、みー、落ちた、落ちた。気絶したよ。で、これ気絶から復活できんくない？これは。あれですか、ね、落ちたんですけど。え、ちょっと待って、次々落ちていくんやけど。ちょっと待って待って、焦点したし。待って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 、え、ちょっと待って待って待って、怖い。何、渡っていくのが怖くなってきたんだけど。普通に落ちるよ。ふー、
ねえ、じんぺいくんおらんくなった。じんぺい昇天してったんやけど。マジかよ。え、主人公抜きで戦い挑んでいく感じ？宇宙人。え、だってさ、あれ無理じゃない？え、普通にさ、気絶から回復させれんくらい？え、あんなことある？怖ーい。でももうダメかなって思ったけど、一応ね、他キャラに切り切って。おっそ。え、動きおっそ。え、そんなもん。あ、違う、なんか脆くなっとったんか。ほーらよ。え、なんかいつもジンペイ動かしよるけんか知らんけどね。みんなどこにおるん？あ、おるんか、そこに。一応何、渡ってこれんの？何一人に任せたの？どうよ。あ、他のキャラのこういうの見たことなかったかも。私ずっと動かすのジンペイやけんさ、なんかちょっと新鮮なんやけど、ちょっと待って。ふぅ、びっくりした。びっくりした。なんかそうなった。なんか非常に動かしにくいんやけど、なんなんやろ。やっぱりジンペイの方がスパイスあったりするんかな。あ、ボスおるっぽい。おー、来た。え、なにこれ。ゾロゾロドロイド。何それ、何それ、ゾイドみたいな。あ、ベラくん頑張ってになった。ジンペイおらん。てかあれなんやね、にゃー、今自分が動かしよるキャラをちゃんと応援してくれるんやね。すごい。変身。え、だって普段さ、あ、なんか新鮮。なんか新鮮。久々じゃない？最初くらいしかちゃんとなかったよね、ああいうの。いつも新兵やけん。え、待って待って。ね、キュービー。使えらせた。よかったよかった。ちょ、待って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 。待ってって。何あれ？あれ敵の攻撃のところってこと？ちょ、怖い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 し、なんか呪い、やっぱり呪く感じる。これはメラだからなのか。ちょ、待って、近づかないで、近づかない。何、なんて書いてた。ちょっと読む余裕がなかったわ。はい、メインか。なんかね、ジンペイ一人人がおらんけんさ、ちょっとより一層死んではいけないと思って。今度ちゃんと避けた時の言葉を見ておきたい。あれよね、やっぱり人間の時とは言葉違うよ。どうよってやつとは。え、ちょっとみんないる？なんかさっきからさ、キュービしか、ナインテールしか見えないんですけど、他のフロックレディとかおります？ちゃんと。なんか PD700 あるカスタムあったけど、何ちゃんやったっけ、なんか呼び方あったよね。ひー、ちょ待って、助けて、助けて、助けた。なんか一応あの攻撃は脆いよね。たまって、こっち渡していったら、あれで、よし、暴れてごめんやって。そしたら、あとちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、あの、復活を。ありがとう。もうそろそろいけるんじゃないの。あ、ちょっと近づいてきた、近づいてきた。怖い。おー、狙っちゃう。どうよ、どうよ。いやー、ちょっと待って。変身 OK って言われても。あ、ありがとう、今のギリギリいけたの。このままいけるんじゃない。して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 し、変身した方がいいかもしれんけど、このままいけそうじゃない。え、なんかあれだ。待って、やっぱり変身した方がいい。変身、二人とも昇天してた。あとメラしかおらんよ。あとだって1、2発ぐらいじゃない、変身後の姿だったら。あと1、2発だと思うんだ。早く技たまって、ちょっと待って、ピキー、届いてない、届いてない、届いてない。おっしゃいった、おっしゃいった。
いやまさかのボス前にね、陣平がちょっと、ちょっと、意味わかんねえ、マグマに落ちていってしまったのでね。本当に宇宙人どこ行った？あの恐竜しかおらんかったよ。合体してあれになったとか？違うか。一応クリアなんよね。この後なんかあったりする？お、みんなご無事で。あ、ほら、やっぱり合体しとった。あれ？盗んだ本。うわぁ！さっきのでかいやつ、宇宙人が合体してたんだな。確実に体積足りんと思うけどね、こんだけじゃ。いやいや！合体なんかしないよね。なんか変じゃない？ねえ。これ、よく見たら宇宙人じゃないね。ロボットだよ。なんだと？まあ、見た目はロボットっぽいけど。ロボットだと？あれ？何かしらあれ。コンでしょ。え？いかーん！あの、なぜあなたが来たんすかね。あ、ムフフボンすか？それも盗まれとったってことか。何今の嵐のようにやってきた。学園長？おい。やれやれ、やっと暴走が止まったか。君か。え？アワド先輩？嘘！ということはこのロボ先輩たちが作ったんですか？学園長に頼まれてね。ん？学園長に？あ。そう。学園最高機密の重要書類。それらを秘密裏に処分するためさ。けど予想外の事態が起こってしまったんだ。ねえ。詳しく話してくれないか？うん。ロボを納品したその晩に近くで落雷があったようなんだ。そして落雷から発生した電磁波はロボたちの回路を狂わせてしまった。そっか。なるほど。それで暴走したんですね。あ、多分処理を処分するという命令だけが残ってたんだろうね。あ、やけん本を取っていったってこと？紙類のものを全部取っていきよったんかな。そうか。だから手当たり次第に本を見つけちゃここに捨てに来てったってことっすか。じゃああれやばいやん。本屋さんとか丸々行かれそうな。宇宙人の仕業じゃなかったんだね。でもよく黙ってましたね。結構な騒ぎになったのに。いや、学園最高機密の保持に協力したら学園長がご褒美をくれるっていうから。でも学園最高機密って言っても多分さっきのは不不本なんじゃないかと。ご褒美？学校側クリアファイルだよ。え、君、え、そんなもの。それって学校側へのコックピットがくまなく描かれているという。何そんなお宝的なものな。全ての理系クラブの憧れであるあのクリアファイルですか？そう、あのクリアファイルさ。なんかね、機密がどうのこうのっていう割にはご褒美がクリアファイルってしょぼい気しかせんのやけど。いいなぁ、俺もコックピットの中が知りたい。いやいや、陣平くんは乗ってる張本人でしょ。って見えとるやろ。メダルか。ってことはクリアやね、ちゃんと。バイメダル、金色の宇宙人増殖事件も手に入れた。なんかハートマークがいっぱいある。なんか一番後ろに学園長つっとった。よっしゃ、これでこの事件も解決だな。ところで学園の最高機密って何だったんですか？おい、それは言えないよ。うん、そうそう、機密だから。二人は知っとるってことかな。はぁ、ムフフ本でしょ。バカな。どうしてそれを。やっぱ知っとるやん。あのね、さっき学園長が拾っていく前に一瞬だけで見えたのよ。そうか。ああ、なるほど。だから依頼者は本の内容を話したがらなかったのか。あ、あっちもってこと？え、ってことはもしかして手当たり次第にムフフ棒も処分していきよったってこと？こいつら。あの、本っていうだけじゃなくて。何が学園最高機密よ。これだから男って。やれやれ。なんという結末だ。クエスト、銀色の宇宙人増殖事件、バッチリ解決。あれか、依頼人のところに戻すところまであるかと思ったけど、それはないのね。花嫁修行。よし。お、なんか、後日談みたいなのが。エマのために一大決心をして、ムフフ本コレクションの処分を決めたが、これだけ残ってしまったな。取っていったやつかな、これ。ピンクの誘惑よ。そんなに私から離れたくないか。前のは何やった？これじゃなかったっけ？別？まあ、それはそれとして、最後に身を収めておくとするか。ムフフ。見るんかい。お、ナイスタイミングで。
パパ、今度のナギナタブの試合のことなんだけど。ナギナタブな、かっこいい。パパ？エマ！ギャー、ギャーって言いたいのはエマちゃんの方やろ。アメージングセブンも残りはあと2つだね。よーい、この調子で残りも解決だ。人形に戻しとこう。なんかガンガン解決できてるね。君たちってなかなかやるんだね。なんかなかやるんだね。認めてくれたってわけか。別にこんな奥まで来とったっけ。まあまあ楽しめるなと思って。違うんかと思った。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかさ、何落ちても普通に復活してきよったけん大丈夫なんかと思ったけど、ダメな場合あるんやね、普通に。今度から気をつけとこう。全然敵でも何でもない関係ないとこで死にたくない。